を使って不思議なことを起こしますが、今から皆さんのお持ちになったものは少しこう形が変形したりします。で元に戻らないので、ね、その覚悟を元に出してくださいね。ここに持ってきて僕がなんか形変形させて後からクレーム言わないで、あいつにこれを壊されたって言わないでくださいね。ではスプーンもし持ってる方いたら、さあこれがね、どんなスプーンか、まあ、どんなフォークか、まあ、知らないわけです。初めて受け取るわけです。例えばこれはもう知りすぎてて、例えばこれどこで買ったか覚えてます？覚えてない？覚えてる？ダイソー4本入ってるでしょ。で、分かるぐらいスプーンをたくさん扱ってます。ただこれね、すごくいいもので、これダイソーで4本入ってるっていうと柔らかく感じるでしょ。これ結構硬いんですよ。硬いんです。なのですごくね、質がいいんですね。で多分これね、まあ、メーカー名がね、まあ、なかったりはしますけれど、このスプーンを例えば力で曲げる、力で曲げた時ってね、こういうね、カクンっていう曲がり方をするんですよ、ね、今なぜ曲がったかは置いといてなぜ戻ったかも置いといて、僕が曲げるとね、少し変わった形になります。綺麗な放物線状になるんですね。もしフォークスプーン持ってる方いたらね、さあ持ってる方でかいな。例えばこれで同じことができるのかどうかですよね。もしこれ力でやったらカクンって曲がるんですよね。これ綺麗な放物線状になります。ただこれね、変わったことができるんですけど、例えばこれできるかな、これチャレンジしていいですか。微妙な変化なんですけど、わかります？あ、ね、ちょっとこう様子のおかしい。いや、僕のことじゃないですよ。そんなこと言ったら、これ持ってるみんな様子おかしいからね。逆にもっと曲げた方がいいですか？それともここ止まりにしておきますか？もっと曲げてください。わかります？これが台無しになりますけれどもね。これ少し横に曲がってきてますね。でこのねじれをね、例えばこう広げるっていう形をすると、で変わった形ができるんですよ。ほら、さあもし持ってる方は他に何かあればいいですね。どんどんスプーンいきましょうか。このスプーン曲げなんですけど、例えばね、こうやってまっすぐにするという形もできます。これ今ね、まっすぐすぎるんですよね、この部分が。これはプレスしてスプーンにする前の鉄板の状態なので、これが作られるとこれぐらい曲がってるんですね。曲がりますよ。このスプーン曲げは僕が中学生の時に、テレビでね、初めて見ました。この前ね、ナポレオンズさんにその話しました。僕ね、テレビ出た時にナポレオンズさん出演されてたんですよ。で僕が高校生ぐらいかな、でこのスプーン曲げをやって、こうすごい子いるぞみたいな、超能力少年みたいな子いるぞ。でこうナポレオンズさんはマジシャン側で、超能力を研究している方と嘘か本当かみたいな番組に出たんですね。でその頃の話したら、もうあれ30年前の話だよって言われて30年前ではないけれど、一切ですし、30年前ではないけどで、30年前だよって言ったから、他のマジシャンが高校生で30年前アンキツさん、アンキツさん、ちょっと高校生でしょ、30年前でしょ、いや、それはちょっと違うけど、まあ、高校生ぐらいの時でしたよみたいなね、話をしました。でありがとうございます。さあちょっと後ろの方の方行きましょうか。どうですか、スプーン行きましょうか。年齢不詳になっちゃいますよね。でそしたらね、言ってましたよ、大月教授じゃなくて、ね、教授の方がこのスプーンを、ね、超能力を信じる肯定派の方と、まあ、否定派みたいなで分かれて、まあ、番組は進行していったわけですよ。でこうスプーン曲げをマジシャンは解明するみたいな感じで、こういろいろね、こう言ってたら、その研究してる方が、僕もね、そのシーン覚えてたんですけど、これちょっとは調味料入っ…調味料じゃない、ちょっと先に言っちゃった、ちょっとは超能力入ってますよねって言って、調味料じゃねえよって言ってました。先に落ちちゃったから面白い。ちょっと
は超能力入ってるんでしょっていう話をしてましたね。先に落ちちゃった。この辺りに今七味唐辛子が入ってます。この辺りに胡椒が入ってます。